お世話になります。ひとりでございます。先日ホエル王の色違いが出やすくなるイベントレイドがありましたね。でも色違いは嬉しいけど、はっきり言ってホエル王っていうのがなんだかなと思った方は多いでしょう。私もそのうちの一人で色違いホエル王の価値に疑念を抱いておりました。とはいえ色違いではあるので、私は野良通信交換なら31ワンチャンあるんじゃねと思い、実際一回試しにやったら数分で色違いアーマーガーをゲットできました。これでもっとやりたいとワクワクが暴走し眠れなくなりました。でイベントレイド期間中に交換要員として色違いを25体捕鯨しておきましたので、今回は色違いホエルを25体を使って野良通信交換でレアなポケモンをゲットできるか検証していきたいと思います。はい、こんな感じで25体の色違いホエルをね捕鯨しております。これレイド固定しても普通のボールでやるとなると入手確率結構低いんで1回に時間かかるんですよね。めんどかったですよね。でまず先ほどレアのポケモンとは言いましたが、私の主観ではレアなポケモンは、まあ、とりあえず色違いなので、基本はね色違いを狙っていこうかなと思います。でさらにセブンリーワンチャンマーシャドウとかメルタンとか、私が持ってない幻系のポケモンが来たらこちらもまあ無理そうですけどね、まあ狙っていきたいなと思います。まあでもいざやるとなると長丁場になりそうでめちゃくちゃ不安になりますけどね。まあとりあえずねやっていきたいと思います。インターネットにしてそれでやっていくって感じですね。今23時に交換しておるんですが、ちょっと時間的に厳しいかも。お、1人目見つかりましたね。ホエルを色違いリピートボール交換していきます。お、これいけん。あーでもこれやめよう。相手がちょっとドットコムとかそういうサイト名系はちょっとやめたいと思います、さすがに。じゃあ行きましょう、交換すると。あ、こいつ承知。あ、これ行きたい行きたいよこれ。あ、いけるいける。あー、やった、いきなりじゃん。すげえすげえすげえ。もう 2,3 分だよこれ。私にとってはメルタンって持ってなかったですから。あ、マジか、ありがたいなこれ。まあでもこれいっぱい持ってる人にとっては持ってるからそんな珍しくはないんだろうけど、これは嬉しいね普通に。あー、ありがとう。いやーさん無理、さすがに無理なんだけど。いやー、こういうの結構多いなー。バチウニ、これ色違いか分かんないんだけど。あ、色違いか、これでいいや、交換する。あ、オッケーオッケー、バチウニ色違い来た。やっぱリピートボールで捕まえてるから多分これはレイドで量産したんでしょうね。あ、無理、ごめん、こいつはいらないな、さすがに、ごめん。あ、キュレムじゃん。伝説系ってまあ色違いだったら欲しいですけど、普通のやつはね別に最悪クリアすれば連れてこれるんで、今回は狙わないでいけますね伝説系は。あ、ゴース、はい、こいついただこっか。お、来た。あ、来た来た来た、色違いゴース。はい、ゴース手に入れていく。ハイパーボールだけどね、まあそれはいいでしょう。メルターちょっともういいかな、相手もホエロを持ってるっていう主張かい、ちょっといらないな、しかも海賊っぽいし。あー無理か、ごめん。あーちょっと待って、中止かよ。あー無理か、いやそれは無理だって。あーこいついいじゃん。あーでもダメだ、やっぱりドットコムとかそういう感じの UR 系の名前が結構蔓延してますね。いやロトムもいらない。おいよ、めっちゃ欲しい。ミルタンク青なの、めちゃめちゃいいじゃん色違い。無理か。あー無理、いや無理だな。いやーこれもきついなー。あー無理か。あ、ミュウ見せてきた。あー無理か。あー無理、あー無理か、すまへん。あーもうダメ、いやーやだ。ちょ、おい無理か。いやー無理か、てか青いやつ多いな色違い、きついな。ゼラオラ見せても自慢にはならねえぞ。あー無理、頼む来てくれ。おお、行った行った行った、マジかマジかマジか。いや久しぶりに来たってことが嬉しい。マチャンプ .com だっけ、あれが多いからちょっと一見改造かと思ったけど改造じゃないっぽいですね。これはダメだな、ごめん。無理、いらない。またこいつドラパーは無理、ごめん。これいけ、あー無理か。レシラム、いやきつくなってきたかな。ゼラオラきついって。あ、これ欲しいな、頼む行ってくれ。お、いけたいけた、よし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 、これは普通に嬉しいぞ。この段階で色違いっぽく見えないけど、まあまあ普通に嬉しい、ありがとうございます。持ってるアピールだね。あーダメだ、これは親がダメだ、ダメだね。あーダメ、またこいつ、あーきついね。それぐらいはいらん。あ無理か無理か、無理だな。あー無理か、大丈夫だ、欲しい、頼む、いけるか。お、いけたいけた、よしよしよし、イワーク一応嬉しいな。これはそんな大好きなポケモンではないけど嬉しいな、これは。頼む来い。おー来た来た来た、よっしゃよっしゃよっしゃ、なんで交換してくれんの、普通にめちゃめちゃ嬉しいんだけど。これサクサク来てますね、オッケーオッケー。レシラムか、あー無理か、あーきついな、無理か、無理だねさすがに、ダメか。おーいいね、あーいいねルカリオ、あー欲しい、ダメだ、頼む来るか、来るんじゃね、来たおっしゃ、不思議バナは嬉しい、これは嬉しい。でもハイパーボールだからね、普通の答えっぽい気がしますね。クズもってクズっつってんのか、私のこと。ミュウツーは大丈夫なんだよ。あー無理か、まあ無理だろうね、ダメだ、大丈夫だよ。さすがに卵は無理かな、大丈夫だな、まあ無理だろうね。めっちゃいいじゃん、おいおいおい、ダメだね。きつい、いいよ、いや無理か、さすがに。せめて自慢くらいしよう。ロトムいいな、なんだこの G は。いやいいね、交換する、頼む。あ、交換できた
ちょっと待って待って、あーでも改造なんだろうな。おい、あのここで、え、マジか、ここで通信切断されたの初めてだわ。これはやめようよ、これパターン初めてだわ。交換させるやつ出してくれ。ダメだろうな。あーもうやだ、いやーもうこんな時間に交換しないやつ見せるのやめてくれ。ミュウツーいいな。無理それは。うわーいいな、あーいいな、ケルディア。ミュウツーはこちらからお断りだぜ。ちょうだいよ、一旦ちょっといいな。もうあーケルディアいいな、いいな、本物だったら欲しいんだけどね。欲しいよ、いいな。おお来た来た来た、え来た、えマジ交換してくれんの、え超かっこいいんだけど嬉しい超嬉しいわ。オッケー、めっちゃいいじゃん、超かっこいいし。いいなあれシラム、いいな、うわ超かっけー、いいなゾロは。うわいいね、無理なら出すな、これ超欲しい。無理だよね。今2時間ですが、メルタンとバチウに、ゴースとかの色違い8体ゲットできましたね。結構遅いなやっぱり。で夜中遅くなってもうやめちゃったんで、日付変わってね15時からまたやっていきたいと思います。この時間帯いいのかな、いきなり降りかよ。無理かい、いいな、無理、あー無理か、色違いに見えないよな。お、いいな、めっちゃいい色してんな。レシラもくれっつってるけどダメか、いらない、いけるか、おいしゃいしゃ、いったいったいった、しかもちゃんと人影、おっしゃおっしゃおっしゃ、はい10分ぐらいで交換できましたね。おっしゃ幸先いいぞ、なかなか。時間帯がいいのかな、いいな。お、いけた、おいけたけた、マジかマジか、これ超嬉しいんだけど。先ほどの人影に続き連チャンでこいつゲットしました。うわーすげえめちゃめちゃいい色だし、いやー昼の時間帯は結構いい人がいんのかな、やっぱ深夜のが良くないのかな、困るな。いやーゼロオーラいらないんだよね。つか今気づきましたけど、人影 6V でしかも理想個体ですね。ですからちょっとこれ怪しいかもしれないですねこれは。うわテラキオンいいな、なぜこいつ出してくる、いやそりゃきついって、反応しないな。色落ち欲しいっつってるけど無理だよ、やめとこ。無理か、ロートムいいな、いけるか、お、いったいったいった、マジか、いけた、絶対いけないかと思ったら、今までさロトム何回も出てきて何回も断られてきたから絶対無理だろうなと思ったらいけたわ。いや15時はめちゃくちゃ来るわ。今30分で3匹ですね。はいオッケーゲット、もう一個出してみる、ワンちゃんだけにワンちゃんいける、あいけた、え待って待って、なんでいけんの、えもう一体交換してくれる方なんかいんの、これもしかして改造の名前、これもしかして普通にもらえましたね、最高だろ。えしかもちゃんと改造っぽくないよな、この人めっちゃ交換してくれんじゃねもしかして。あー無理か、でもありがとう、めっちゃありがとう、2体も交換してくれた、だってレイドあったんだぞ。そんな色違い持ってる人だったらそれ集めとけやと思うんすけどね。いやめちゃめちゃ15時調子いいっすねマジで。あー無理か、デラオラ普通の色欲しいんだよな、見せつけんのやめよ、困るなそれは。無理か、めっちゃいいじゃん、困るなそれは。いいなヨノワル、あこれ欲しい、あいけるか、おい来た、いったいったいった、クリームがめっちゃいいじゃん、ありがとう。しかもちゃんと日本製だし、こういう丸っきり色違うやつがやっぱいいよな。ごめんなさい、メルメタル欲しい、俺も持ってるアピールやめよう、困るな。ガッチュいいね、ポケモンホームのやつだよね、わいけた、いけちゃった、あー待って待って待って、こいつ色違いありえんの、ありえなくて多分。おっしゃーいったぜ、いやでもこいつ存在しないのかな、もしかしてちょっとミスったかもしんね。いいね、もうドットコム系自慢っぽく出されても困るぞ、自慢にならねえぞ。メルタンはいいんだよね、こいつ行きたいな、いける、あいけた、マジか、よし。いやこの時間帯のペース異常だわ、あしかもちゃんとした個体っぽいっすね。ダメだね、これいいなあ、無理か、ダメだ、めっちゃ欲しい、いいなミュウツ、いいね、え、いけたマジか、いけた、いや、この時間帯めちゃめちゃ交換してくれる人多いな。うわ、ありがとう。しかもリピートボールだから信頼性高いな。ドットコム系多いな、きついな。あー、ダメか、ダメか。いやー、きついね。不思議花も多いな。困るな。あ、こいついいな。わ、いいな、ゼラオラ。ダメか、ダメか、ダメだ。欲しい。あ、無理か、ダメだな。あ、ミスった、間違えて。あ、やべ、間違えて交換しちゃった。うわー、いつかやると思ってたんだけどな。バカしたな。最悪。やっべ、間違えた。まあ、しょうがない。ダメか。いらないな。超いいじゃん。いけ。おいった、よっしゃ、いったぜ、マジか。今16時52分でございますけど、めちゃめちゃ交換できてますね。このポケモンそんなめちゃめちゃ欲しいってわけじゃないけど、まあ普通にありがとうですね。めちゃめちゃすげえ色だけど、ダメ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 、怪力の色違いめちゃめちゃ多いわ。ダメだね、困るな。かっこいいけど、いいなあれドームシ、行くか、おいった、よかったよかった、来たぞ、よっしゃ、これはまあ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 いいでしょう。困る、いやいやー、いらないね。いやー、ドットコム多いな。持ってんかい。こいつもめちゃめちゃ多いね。無理なんかい。わー、いいなー。めっちゃ欲しい。いいなー。ダメか。わー、クレフィーいいな。ダメだ。いいなー。うわー、かっけ。いや、いいやつ持ってんの。初めて見た。いやー、違うねー。いやー、超かっこいいじゃん。かっけー。すげー、色違い。ダメだろうね。いける？あ、いけた、マジか、なんでいけんの、いらないの、絶対無理だと思ったのに、ね、しかもこいつさ対戦とかで使うようなポケモンなのにいいんだ。おっしゃー、リピボだからこの人も多分レイドで捕まえたんだろうね。しかもダルマモード、まあでもダルマモードの方が使わないんだろうけど、御三家のドットコム率高すぎでしょ。ダメだね、ダメだな。おー、いいな、うーん、あー無理か、いいじゃんいいじゃん、まあ無理だろうね。
いける？いけた、マジか。嬉しいな、こいつは。普通に嬉しい。おっしゃー、いいねいいね。まるっきり色違いだよね、本当に。エースバーン .com っぷりすごいな。いいな。無理かな。いける？いけた。もうなんだ、この運がいいぞ。運気がめちゃめちゃ上がってきたね。うわ、マジか。交換してくれんの？なんで？うわ、しかもヒールボールだ。似合わないよ、こいつ。うわー、6V か。ちょっと 6V は怪しいな。もう一応攻撃がさ、下がってるから、理想個体ではないですからね、完全なる。ダメか。あ、テラキョンいいな。マギアナいいな。あー、ミュウツーはいらないんだよ。またこいつ。うわー、いいな。あー、いいな。あー、無理か。うわー、いいな。これ欲しい。超欲しい。こいつ多いな、ルガルガン。あ、またドットコムだ。おー、いいな。めっちゃいいな。ダメだね。え、こいつ、色違い。お、色違いじゃん。一応もらっときたいな。交換する。あ、いったいった。マジか。同じ時期に出たレイドのヨシミだ。まあ、そんなこいつは好きじゃないけど、まあまあまあいいでしょう。とりあえず色違いだからね。よっしゃ、ラスト1体。ラスト1体、おっきいの捕まえたいね。ダメだ。ドットコムだ。色違いいるんだ、こいつ。お、めっちゃかっこいい。え、欲しい。おっしゃ、いったいったいった。これ超かっこいいじゃん。マジか。くれんの？超欲しいんだけど。レントラが良かったけどね。欲を言えば。よし。これは嬉しい。うわ、最後めちゃめちゃいい終わり方っすね、マジで。これはマジで嬉しいわ。はい、これでめちゃめちゃ時間かかりましたけど、なんとか終わりましたね。合計かかった時間4時間半です。めちゃめちゃ時間かかったわ。でもやっぱり深夜とかより夕方ぐらいの時間の方が集まりは絶対いいですね。あれ？ちょっと待って。うわ、勘違いしてた。ルガルガン。あ、ミスったわ。色違いじゃなかった。バカした、ミスったわ。2体もミスってた。うわ、こいつだけだと思ったら、多分すっげえ珍しい色違いみたいなやつはゲットできなかったですけど、まあ、割とね、普通に色違いは手に入りますね。ただ鬼ほど疲れた。ということで検証結果、色違いホエル王25体を使って、野良通信交換で、レアなポケモンは時間をかなりかければそこそこゲットできるでした。まあ私はいくら色違いとはいえ、イベントレイドで出やすくなったやつなので、需要的にちょっとどうかなとは思ったりもして不安だったんですが、結構ちゃんと交換してくれましたね。まあさすがにマーシャドウとか手に入りにくいっていうか、結構レアなポケモンまではさすがに手に入らなかったですけど、普通の色違いなら割と交換してくれたので、すっげえびっくりしましたね。ただ何度も言うようですが、膨大な時間は必要ですけどね。でも逆に膨大な時間がかかることによって、交換してくれた時の高揚感は半端なくて、まるでギャンブルみたいでしたね。まあギャンブルやったことないですけどね。とりあえず膨大な時間がかかるギャンブルですので、皆さんは決して色気違いになって、急に吠えるようなことにはならないように気をつけてくださいね。